おっと、ここだ、多分ここでしょう。新しいロケーション、リバークロッシング渡河作戦か。日本語で渡河作戦っていう名前か。あー、ようやく当たりましたね。よし、はい、どうも皆さん、初めての方は初めまして、四季島と申します。ということで、今回やっていくのはエンリセットで、今回はベルリンキャンペーンでソ連軍を使いつつ、新しいロケーションリバークロッシング改め日本語で渡河作戦をやっていきたいと思います。はい、ようやく当たりました。もう何戦もやってたんですけど、ようやく当たりましたね。まあ、とりあえずやっていきますけれども、完全初見です。はい、完全初見のマップなんですが、まずは川の中洲ですね。川の中洲が最初のキャプチャーポイントか。じゃあちょっと、まあとりあえずは何はともあれビーコンを立てまして、ちょっと上から撃ち下ろせるんじゃないかな、ね。かなり味方もガンガン攻めてはいるようですが、川に入れてませんね。ちょっとスナイパーで覗いてみますか。めっちゃいるめっちゃいるな。ここ防御側絶対不利でしょう。すごいな、ここ絶対防御側相当不利ですね。ここね、こんなに打ち落とされるのか。あー、なるほど、ああいう中洲が最初のキャプチャーポイントですね。で、橋の上からも打ち下ろせるしね。ここな、ドイツ側相当守りにくそうですね。こことりあえず一応向かいますか。取れてますね、そのスモークはナイスですよ。で、あー、やっぱり地続きというわけではないんですね。川の中に1回入んないとダメか。ああ、水深は泳げるくらいに深いっていう感じですね。なるほど、まずは結構開けた川の中洲を巡る戦いか。いいじゃないですか、いいんじゃないですか。めっちゃ開けてるな。ああ、まあそれ狙撃されますよ、ここは、ね。あと戦車とか爆撃機がめっちゃ刺さりそう、ここね。上の橋を行くってもいいな、あの鉄橋ね。鉄橋行くのもいいんですが、まあ、とりあえず川の中から直接向かってしまいましょう。ああ、いるよな、そりゃいますよね。うーん、この辺りにな、相手の狙撃兵とかも、いますよね、そりゃいるか。ここ戦車刺さるな、ここね。いいんじゃないの、だいぶいいのではなかろうかと思いますが、が全然当たらん全然当たらないのはまあまあ、ちょっとな、この辺りで撃っててもしょうがないんで先に進みましょう。まずそうですね、一回鉄橋側にもなんか上がれそうですね。あの辺りは伝って上に登れそうではあるんですが、拠点あそこだもんな。このまま真っすぐ行った方が早いか。でもかなり開けてますね、この辺りかなり開けてるので、狙撃兵とか戦車とかそういったものが相当活躍しそうだな。あ、もうでもやってか。じゃあこのまま進みますか。こういうところか、いいじゃないですか。やっぱりね、新鮮でいいですね、新しいマップとかロケーションが来るっていうのはね、新鮮でいい、本当にいい。で、次はあの建物の中ですね。で、上から撃ち下ろしてくれてる方がいらっしゃるので、このままもう突っ込みますか。側面取りましたね。でガーッ、あっ、しかも課金分隊にした、買ったのかあの MG45 買ったんですね。お、やった、めっちゃ刺さった。とりあえずお邪魔します。ガーッ、ダメか。あー、全体的に見るとこんな感じか、なるほどね。
戦車で行ってもいいんですけどね、今回のためにねちょっと SU85 実は金付けでもう取っちゃったんですよ取っちゃったんですけど、まあちょっと今回は歩兵メインで行きますか。ちょっと見て回りたいですしね。いいんじゃないですかここね。鉄橋か、鉄橋の上を行くルートもありますが、まあ、とりあえずビーコン立てたいんでね、この辺りでいいでしょうね。え、うん、新しいねロケーションだろうと新しいマップだろうとビーコンは大事ですね。はいビーコンは大事ですね。さて結構こっからな、まあ、そうですね、川向かい、いや、まあ、そのまま陸地の方行った方が早いっちゃ早いのかね。わざわざね川の方から行く必要ないですねここね。単純に、あーそっか、横槍刺されるかやっぱり、ね、あーくそ、横槍刺されるか大丈夫か。あと、まあ、とりあえずポイッ、サードかな、後ろから来てる。まあいい、とりあえず入ってしまいましょう。入らないことにはお話にならんので。とっ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 と、大丈夫か、よし取れてますね。さてと向こうがスポーン地点のはずなんだ。だじゃあ味方かなんだ、なんだ、向こうがスポーン地点のはずなんですが、敵の姿が一向になく、うん、すんなり取れてしまいましたかね。よし、じゃあ前進、よし、ビーコンとか探さなくていいかな。このまま真っすぐ行けばなんかありそうな気もしますが、何車が3台並んでますが、これ使えっていう神の刑事か。まあ使わなくていいでしょう、そんなに遠くないしね、うん、次の拠点とりあえず確認しましょう。なんもなしか、よし。さて、よし、まだ村というか森か、森の入り口あたりに拠点があるのかな。ちょっとな、一人で突出してもな、怖いっちゃ怖いので味方に来てもらいたいところですが、足音、はい、はい、危ない、なんか持ってます。あーこれか、まあいいや、 もらっていこう。森の中でのね戦いとなるとクロスレンジでの戦いが増えそうなんで、とりあえず落としまして、となんか早速撃たれてますが、あーバンカーがトーチカか、そうかありましたね、そういえば、そういえばね、公開されたスクリーンショットにありましたね、なんかこういったバンカーだったかトーチカだったかね、そこか。なるほど、さてとなると、となるとですよ、あ3キル、3キルか、よし、まあいいでしょう。で入り口はどこぞ、向こうからも回られてんのか、まあいい、とりあえず拠点を攻めましょう。ここが入り口、はい、危ない、危ない、危な、まあこんな、まだいたか、そう、そうか、3番目の拠点はトーチカ内部ですね、なるほど、うん、成績も結構まずまずといったところでしょうか、ね、もう早速取れてるのか。今回のお味方強いな、今回のお味方が強いので甘えさせてもらってますが、できればねこの火炎放射器を使ってトーチカ内部を掃討したいところなんですが、キルログがやばいことになってるっていう。味方やられたか、うわ、トーチカ強えな味方全員やられたか、ならばますます私火炎放射器分隊の出番ではなかろうかと思うのですが、グレイ、とりあえず
とりあえずな中ですね、中燃やしたい。ガキさん、ちょっと見逃してもらえないかな、ちょっと見逃してもらえないかな。頑張れ味方、頑張って味方。はい、なんとかなった。よし、このままちょっと内部燃やしましょう。めっちゃいますね。よし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 、だいぶやったな。けど、どこにいるの。めっちゃ敵減らないんですけど。ちょっと、ただ味方も入ってきてくれてるのでなんとかなんないかな。とりあえずこの辺りは壊しておきましょう。これ内部ですね、内部空間相当、ギャーッ、内部空間ちょっと広いのかな。ねえ、外周に全くいないので中しか考えられないんでしょう。とりあえずよし、2人、まず2人やりましたね。じゃあもう外周でいいでしょう。外周警戒ですね。まあけっやばい、ちょっと待ってみようか。はい、なんとかなった。よし、なんとかギリギリ立つか。やばい、戦車だ。戦車はやばい。あの戦車やってしまいたいですね。あ、でも味方、あ、やってくれましたね。よしよし、味方行ってくれてるなーなんて思ったら本当にやってくれましたね。ほんと今回の味方ほんとマジ強いなのでかなり楽させてもろていますが、でもう一両戦車、そうですね。ああ、ナイス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 、パンツァーファースト、これほんとガンガン進めますね。次の拠点はあそこか。あー、やばい、あ、生きてるギリギリ生きてる。おお、助かったか。で次の拠点はあの建物か。ああ、いい、ほんと今回の味方対戦者意識、あっ、対戦者意識高いですね。あ、ここか。あ、ここに出るんですね。ああ、ここでいつものね、走行列車の線路に合流するのか。そうか、ここで合流するんですね。となると最終拠点とかはどこになるか気になりますね。まあいい、とりあえずビーコンだ。まずはビーコンですね。そうか、ここにつながるのか。で、さっきまで見てた鉄橋とかの線路があのいつもの陸橋につながるんですね。なるほどなるほど、そういう立地か。なるほどね、見覚えありますね。ここは見覚えありますね。走行列車モードでいつも戦いになっている場所ですね。まあいい、とりあえず拠点を目指しましょう。で、ここか。この拠点変わんないですね。この拠点は変わんないですね。くらい。さ、よし。で、どうなった？あー、来た。またこの人か。また例の MG45 分隊ですね。結構高いんですよね、あの MG45 の分隊ね。それを買うとはなかなかやるな、だけど完全に取れてますね。取れてるのはいいこと、間違いなくいいこと。じゃあちょっと外周警戒しますか。味方めっちゃ入ってきてくれてるんで、じゃあちょっと前に出ますか。あー、来てるな。まあ味方がね入ってきてくれてるのでやられても全然問題ないと思います。で、ここですよね。で、そこか。なんかあったな、でかい家ありましたね。あそこか、あそこは最終拠点なんだ。なるほどね、やるじゃないか。私このロケーション好きかもね。リバークロッシング改め渡河作戦ですね。渡河作戦のロケーション好きですね、私ね。森の中での戦いもあり、こういう開けたところでの戦いもありで、ね、面白い。次は戦車で来たいですね。ここ相当戦車刺さりそうな気がするんだよなね。まあとりあえず味方がガンガン進んでくれてるので私は
その後ろをホイホイとついていくだけでいいのかと言われたらそうじゃないような気がする。味方の戦車ですね。さて、とりあえず反対側回りますか。線路を越えましょう。一回このロングな、パンターとかタイガーとかキントラとかに抑えられたら相当きつい気がする、このロングね、うん、なのでさっさと線路は渡ってしまった方がいいでしょう。で、最終拠点が何かあった、あの辺の大きな家があったはず、まあ、とりあえずは何はともあれ、リーコンですよ、ね、そう、あそこ、またあそこですよね、走行列車モードでもたびたび拠点になる場所ですね。そうか、こういうロケーションね、なるほどね。初見のマップでね、うん、こんな感じで全体的なロケーションが見えたのは本当に嬉しいですね。戦車がいる気配がすんだよな。あれか、4号ですね。4号だったらまだいいんですけどね。いけるかな。あ、足止めてくれましたか。その足を止めるのが命取り。ダメか。はい、まず社長を務めました。あとはちょっとね、このブドウに身を隠しながら、こんな時になパンツァーファーストがあればな。届かないか。いや、来てくれる、ナイス、それはありがたい。はい、オッケー、よし。まあようやくここで戦車1両撃破ですね。来てませんか。いや、いるな。中に台は入ってんのかな。反応はあるっちゃある。よし、いいじゃないの。このまま入ってしまいたいところではあるんですが、あったあったあった、そっちがスポーン地点ですね。ゴズメも相当来てくれてるので、ありがたいありがたい。来ないな。これはちょっとビーコン探していけないですね。グレーゾーンが相当近い。ガーッと、グレーゾーンと拠点が近いやつか。なるほど、最後の最後でドイツが有利なね、拠点ですね。とはいうものの、かなり味方の前進意識が高いので、これは陥落は時間の問題かなとは思うんですが、まあ、とりあえず入ってしまいましょう。ダークさん、やってくれないかな。ダメか、間に合え、間に合うか。はい、間に合った。クレイギャー、ダメか。あ、でも相打ちでした。さて、よし、まだいる。はい、OK。 ちょっと畑の方から撃たれましたね、今ね。おっかん、とっ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 と、危ない。完全に取れてるのはいいんですが、敵も詰めてきてんだよな、くっそ。でもこれは勝ったのでは、さすがにここから逆転はされないのではなかろうかと思いますが、はい、勝ちました。なるほど、こういうところか。かなり好きですね、私の中ではかなり高評価なロケーションですね、ここね。リバークロッシング、改め渡河作戦ですか、うん、森の中での戦いがね、あったりしていい感じですね。なるほどね。しかも最後はね、いつもの走行列車モードで来る、ね、線路に、ね、合流するっていう内容ですか。なるほど。しかも初見のマップで1位を取れるっていうね、私との相性がなかなかいいマップなのでは。まあとにかくね、なんとかこうして引き当てましたね。ほんとなかなか引けなくてね、以前のね動画のコメント欄の方でもね、なんか私の物欲が強すぎるせいではみたいな
コメントいただいたんですけど、まあそうでしょうね、まあ物欲センサーがね働いちゃってたんでしょうね、もうね。ただなんとかねこうして引き当てまして、まあ本当に楽しめたので、これからもねどんどんここで楽しんでいきたいかなと思います。はい、というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらですね、チャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。それでは四季島でした。